社長失礼します。帰れ。失礼します。入れじゃない、帰れと言ったんだ。帰れ。帰るとは。帰れと言ったんだ、わかるか。なぜでしょう。理由はない。理由はない。それちょっと私もあの理解が納得ができかねます。じゃあお前理由があって帰れと言われたら嬉しいのか。お前がすごいいけないことしちゃったとか、俺がお前のこと嫌いだとか、そういうことだろ。嫌だろ。なんか理由があったら、理由ない方が俺が適当に言ってふざけて言ったことなんだから嬉しいだろ。本当はいてほしいよ。帰らないでほしいよ。じゃあ帰らなくていいじゃないですか。そうだよ。お前は頭がいいな。社長室に入ることを許してやろう。あ、そういうテストだったんですか。ここは社長室だからな。なるほど。秀才、奇才、天才、凡才しか入れん。かなりの人が入れるじゃないですか、社長。社長、そういうのじゃないんですよ、社長。この前回すごい前に挙げた社長への道で哲也じゃなかった社長の部屋を改造しようということになったじゃないですか。まあ、改造がされたので、あのみんなあの下々のものにどう変わったのかっていうのを説明していただきたいですよ。非常に面倒くさいが仕方あるまい。説明しなきゃ分からないからな、貴様らバカには。説明してやろう。髪の毛切った。うん、お前寝癖、ね、そう。まず変わったのはこいつだな。そう、ヤンキーキャンドルのアンバーサンセット、シアトルで買ったやつですね。もう些細な変化すぎるよそれ。まだ残ってるそれ。よいしょ。それいいよね、哲也からもらったお土産を。僕はちまちま使ってるけど全然なくなんない。僕が社長からもらったベーコンのヤンキーキャンドルも未だに開けていません。開けたまえよ。臭いんです。いい匂いがするんだよな僕は。まああとは不揃いのチェスですかね。まあおおよそこの後天にチェスが乗っているというこの新しいルール感を帯びていて非常によろしいかと。変化は以上だ。いや違う違う違う、大きな変化がある。いや前回こういう風に変えたいって言ってましたけども、まあ大体そんな感じというか、うん、このベッドのあるところとここの作業スペースを確保したことによってあの編集に集中できる。私の作業効率はおよそ数億倍と言われております。いや今までどんだけやらんかったのでまず机よ、机を買ってしまったよ。ここがガラガラガラって実はキーボードを置くとこなんですけど、まあここに何を置きますかね。ここはまあなんだろうな、厚さのないあのプリーツとかにしようか。おかしい。フランでもいいな。ちょっと豪華な時はピザとかでもいいよね。なんかそうそうそう。ここが釜なの。ここが同時にこう出てきちゃったやつよ。釜薄い。でも、うん、もしなんかこう焼けないなって時はこれをここに。下に入らないじゃん。しかも。そしてもう基本はここでこうね、うん、こうリクライニングを。リクライニング、いいところに気がついたなお前。そう、椅子を買ってしまったんだ。これあれですね、はじめ社長の家にあるみたいな椅子でございますね。ゲーミングチェア、いつまで経っても疲れないという、永遠にゲームができるようになりました。うん、あ、ゲームちゃってる。ゲームちゃってるよ。高そう、その椅子。なんと5万円でございます。わ、高っ。あ、すごい。え、すごいすごいすごい。すごい。寝れるじゃん、そのまんま。通れないのこれ。えいってやったら。えいってやったらそれしか分かんないけどさ。社長の今頃すいませんが、あの社長のお召し物のせいで君、あの社長の新高校と名前が。名前が。あの私はそういうボケなのかなと思っていまして、あのまあまあまあ公開したからいいかと思いつつ、名字もまあ実質公開みたいなもんなので。このカメラの画質じゃ大丈夫でしょうね。実家に帰ってちょっと寒いなと思って在場来ておったんだ、ね、ここに移動しますか。本棚はもう一個置くんですか。ここもう一個買ったんで組み立てるのがちょっと面倒くさいという段階で。はいはい。じゃあまあ第3弾に置いてはもう完璧。まあちょっとまだ部屋も散らかってございますし、完全完成した社長室というものを見せてやりましょう、うん、あと何が足りませんかね、この社長室には。部屋足りた今、うん、部屋今足りたね。足りないか、まあ、ここのおしゃれさでしょうね。あとはもうね、基本的にはおしゃれ。本棚立てて、まあ、本をきれいに入れて並べて、壁だね、ここに。ここが足りないね。ああ白すぎるね。ここにあのタイポンのポスターを貼らなければならない。じゃあ個人的にはそこにスケジュール表、何かはなんかコルクボード的な何か置いてあると、コルクボード、ね、管理がしやすいかなと。あとカレンダーですね、やはり。じゃあここに、あ、さくらまなの卓上カレンダーを買おう。卓上で、でまあ卓上で大丈夫か。さくらまなの卓上カレンダー買って、ここにさくらまなのカレンダー買って、はい。で、コルクボードに思い出の写真を貼っていこう。あの、あれですね、写真、絵が多いですね。
なんか2016年ももう大詰めですけど、カレンダーは買うんですね。なんで俺が2016年買うと思ったんだ。バカにすぎてないか。何使うの。さすがにバカにすぎてないか今のは。まああと僕、私あの社員どもの方からもあのくたに焼きの壺を差し上げますので、そこにお菓子など入れていただいて。くたに焼き。まあ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 ある程度ここに壺とか入れて、そこからこうガタみたいな。そう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 、ちっこいお菓子を入れることによってね。まあ、お菓子も散りばめて、うんうんうん、じゃあ社長、最後の儀式としてこの机の上のフィルムを剥がす作業をこけら落としということでお願いします。まだ剥がされてないんですか。そう、なんか私がですね、あのこれを組み立ての手伝いさせていただいたんですけれども、これをちょっとビリッてやったら怒られてしまいましたね。儀式を大切にする人なんだ私は。行くぞ。てー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 てててておお、すごい、すごいですよこれは。これすごいですよ。すごい、ね、あ、すごい、本当にすごいですよこれ。もう漆黒の、バーン、あ、漆黒の、あーあーあーあ、すいません。あー、違う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 。ガンガンガン、踏まなきゃ。テレサが。あ、摩擦のなさ。おまん、社長のカステラを。うわ、さあ、行くぞ。てててて。てててて。おてててて。てててて。素晴らしい完成でございますね。てぃ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 。社長、しまった。しまった。ここにありますよ。全然全然。あー、一個も入りませんでしたね、今。大事なのは最後の 10% だ。うん。そこを完成させて、次回終わりにしましょう。あれ置かなきゃならん、社長というあれを。買ってこいよ、ホームセンターで。社長。ありますもんね。次回。で、社長への道、最終編。ついに社長、そして、てんてんてん。で、お会いしましょう。ドラクエみたい。その先に待つもの、一体何か。社長になった哲也のその行く末とは、なんと衝撃の展開、まさかの利水シス。次回でお会いしましょう。終わった。